いないいないバーよりもなんかめっちゃおっぱい気になる。ブラジャーつけんかいなお前本当に。はいどうも皆さんこんにちは、さとみです。今回はその発想はなかったタイ語クイズやっていきたいと思います。よろしく。はい、僕自慢じゃないんですけど、小学校の頃のあだ名がクイズ王だったんですよ。任せてくださいとクイズは。まあでもこのイラストから結構一筋縄じゃいかないんだろうなっていうのが伺える。もう濃いもんな、なんかイラストがメンツが濃すぎるまあというわけでね、早速やってみたいと思います。では行こう。いないいないバーなあ、はい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 、なるほどね、そういう感じか。いないいないバーよりもなんかめっちゃおっぱい気になる。ブラジャーつけんかいなお前本当に。つけてくれブラジャー、ばあちゃんでもそれめっちゃ垂れとるやんけお前。もう服の上からでもどんな素材だよその服、なんでその部分だけそんな伸びんねんお前。ばあちゃんのが重いのかこの服の素材なのか、そこにしかもう気にならん。そこが気になりすぎて、そこなんとかして、そこ直してばあちゃん。まあ、いないいないばあっていうことだから、いつまでもいるいつまでもいるじじいってやだなお前。いるなよみたいな、どっか行けよみたいなニュアンスだけど、まあ、じゃあいつまでもいるじじい、ファイナルアンサー、いないいないばあの対義語はいつまでもいるじじい。おお当たった。なるほどね、はいはいはい、こうやって反対の言葉を選んでいけばいいのか、ちょっと面白いなお前いつまでもいるじじいってお前もう本当にいなくなっちゃってんじゃねえかお前。いなくなってほしい感じ出てたけどお前生きてるんじゃないのこれ。本当はまだ個人的願望なんじゃないのそれ、いなくなってほしいじじい、いつまでもいるじじいね。レロレロレロ、これはいなくなってほしいわ。うん、これはちょっといなくなってほしい。レロレロしてますけどね右上でおじいちゃんねこれはいなくなってほしい。じゃあ次行ってみよう。お母さんと一緒、あー一緒の反対か、これはじゃあつまりお父さんは、一緒の反対、別居。あなるほどね、そういう感じか。子供いるのに別居しちゃったんだねこれ。まあでも子供かわいそうではないね。うん、アイス食べて喜んでるし別に大丈夫だお父さんいなくても大丈夫そうな顔してる。でお父さんは別居、ファイナルアンサー、えいイエーイ。あ痩せ我慢、あ痩せ、あ待ってこれ難しいな、これ全部空白じゃん。マジか、今までヒントあったのにな。痩せ我慢、まあデブじゃん、痩せてる人の反対言葉で、我慢の反対が、我慢の反対ってなんだ、我慢しない、暴れる、あデブ、まあ、とりあえず最初はデブ、12345、暴れる、あ1個足りないのか、暴れる、あ出る、デブ大暴れか、大暴れ、当たったデブ大暴れ待ってこの心理テストほんとひどい、もうもうイラストがいちいち悪意あるよこれ。デブ大暴れ、お次の問題、生きろそなたは美しい、ほうほうほう、これも全部が四角。いやめっちゃお前この生きろそなたは美しいの対義語めっちゃ短くしたな、めっちゃ縮めたらまあ4文字って、生きろそなたは美しい、まあ、生きろの反対は、まあ、死ねいやこれ俺が言ってるんじゃなくて、そういうゲームだからこれ、うん、そういうゲームなんだよ、死ね、死ね、そなたは美しいの反対はブス、死ねブス違うって、だから俺が言ってるんじゃない、これこういうゲームなんだって、イエーイ死ねブス鼻血かけんな、ヒー、せちがらい、せちがらい世界よ本当に、辛辣な世界だよ。可愛いからってお前ちょっとそういうこと言うなよお前、自分可愛いからってお前、お前可愛いかよお前本当に、あほんとひどい。最後に愛が勝つ待ってこの対義語クイズ悪意ある、これなんでこれ、これほんとブサイクに厳しくないこのゲーム、最初に顔で負けるだろ、だってこんなん
最初に、顔で負ける、決定。いやほんとひどいこれマジでほんとかわいそう。いや待ってこれほんとひどい。最初に顔で負けるクリスティーヌーヒギー。あ、とりあえずなんかこのゲームに出てくるブサイクはヒギーって言うんだねみんな。とりあえず次、本当にあった怖い話。本当はあっただからなかった面白い話。もう虚言じゃねえかよお前。本当はなかった面白い話、お前虚言だよただの。なかった。透明感のある美少女出たー出たー美少女。もう大義語クイズで美少女ってやるな本当に。しかももう変えるところついに美少女の部分だけになったし、お前迫力のあるブスだよいやほんとひどいなこれ。もうかわいそうだよこれほんと。ブサイクに辛辣すぎる。あーなんかでも今までで一番なんかあの現実的なブスって感じするなんかあのあの俺の小学校の時のクラスメイトにいたこんな子あの眉毛整えてないし、あの髪こんななんかちょっとおかっぱというかこんな感じの子いたわ。うん、じゃあ次行きましょう。また美人じゃねえかよ八方美人。とりあえず最後もうブス確定じゃねえかよ。ブスもうほんとブサイクにしんどいなこのゲーム。待って、八方の反対ってなんだこれ。タイミングって、え、八方のいろんなとこを見てる。あ、一点ってことか。そうかそうかそうか。一点、一点を見つめる。ブスだよ一点を見つめてるな。一点見つめてるな。目力、無駄に目力。目力だけじゃない。孫力もあるし、鼻力もあるし、もう顔面が強い。パーツ一個一個がめっちゃ不安になってくるわ。なんかだんだん見つめられすぎて。これ次のページ飛ばそう。もうやだもうこれ。アイコスすべて、セカチュウじゃん。世界の中心で愛を叫ぶ。宇宙の最果てで下ネタを叫ぶの反対なんだ。つぶやく。うん、てか世界の反対って宇宙なんだなそこに繋がるんだなそれ。うん、愛を、あ、愛をつぶやく。愛を、うん、これなんだろう。愛をつぶ、あ、ぽつりかな。愛をぽつりってことか。つぶやくのあれで。あざ。宇宙の最果てで下ネタをぽつり。誰得なんだよ、お前。誰が得するんだよ、これやって。お前、宇宙に行ってまですることはないやろ、お前。ほんと、おっぱいって。あ、このイラストで伝えたいことは、この人の性癖が、まあ、宇宙のように広いよっていうこと。やね。座布団持ってきて。飛べない豚はただの豚。うん。まあ、ただの悪口だけどね、もう。うん。飛んだところで、お、でもこれ、最初が悪口ってことは、対義語にすればいい言葉になるんじゃないこれ。このゲーム初めていい言葉出たよ、これ多分。散々な言葉だからな。飛んだところで、ただの豚の対義語ってなんだ。え、ただの豚の、え、ちょ、ヒント見ていいこれ。ちょ、ヒント見てみようか。じゃん。生物学上は変わらないえつまりこれ飛んだところで、待ってこれ、飛べない豚はただの豚？え、待って、ただの豚の対義語ってなんだこれ。あ、わかった。飛んだところで、もうヒント見て、生物学上は変わらない。あ、わかった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 。飛んだところで、ブータはブータでしょ。
もう最悪、本当にもう、もう本当にひどい、これもう悪口しかないじゃんこれ。お前豚だってな、お前飛べない豚はただの豚って言われて一生懸命飛ぼうって頑張ってるんや、お前豚も。まあ、その豚ちゃんに向かって飛んだところで豚豚って言うのは、お前本当にさ、それは辛いことやで、お前本当にそれは辛いことやで、本当に。リア充爆発しろ。あー、はい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 。対義語、キモホタ、爆発の対義語は、凝縮かな。凝縮だろうな、多分。はい、当たり。ギュー、キモホタ凝縮しろ。もう本当にイラストひどい、もう。リア充二人に唱えられてんじゃん、呪文。凝縮の呪文を。もうただでさえリア充爆発しろっていうのは結構ひがみのワードなのに、もうリア充にね、そんな言葉言ったリア充にキモオタ凝縮しろなんて言われたら、もう負けてる上でもさらに負けに行く戦いしに行ってるからね。羊たちの沈黙。待って、羊たちの沈黙。待ってくれお前、羊の対義語ってなんだよ。羊は羊やろ、そんなに。そんな、え2文字か。でもなんか2文字入るのあるかな。でも2文字っつっても限られてく。えこれヤギなの、これ。ヤギっていうの見えたけど、待って、羊の対義語ってヤギだったの。絶対違うだろ、絶対違うだろ。似てるけど、確かに似てるだけだろ。お前対義語にすんなよ勝手に。絶対ちげ、ヤギがうるさいでしょこれ。ヤギがうるさい。あ、でもさがないのか。あれ あるじゃん、ヤギがうる、あ、いがない。あ、うるせえだ。じゃあヤギがうるせえ、最悪。当たった。ヤギ、羊の対義語ってヤギなの。絶対違うでしょこれ。絶対違うじゃん、これ似てるだけだろこれ。対義語勝手にすんなよこれ。絶対違う、これに関しては。出たー、出た、美人。もう何回目だこれ、すっぴん美人。待って、すっぴんの反対は、メイク？メイクブスってこと？そんなストレートな言葉あります？メイクブスって。さすがに違うと思いたい。メイク、ブス。お前さ、でもさ、これ本当にひどいんだよ。メイクしてる人って、まあ、ちょっとでも可愛くなろうと思ってメイクしてるじゃん。そういう意識ある人に向かってメイクブスって、お前本当に、まあ、さすがに違うだろうな。うん、こんなにひどい言葉を、こんなにひどい言葉を連想させるクイズあってはいけないと思う、俺は。違うだろうな。もう多分間違うだろうな。もう俺多分合ってねえな。合ってねえと思うけどな。さすがにな。まあ、でもやるわ。うん。合ってないと思うけどやる。合ってないと思うけどやるわ。ブスになってる。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。